ジュースジュースの上村あかりとモーニング娘。トゥーゼロの横山れいなです。ハロステ、アプカミ、タイニータイニーという3つの配信番組の要素をぎゅっと凝縮してこのハロステチャンネルでお届けしています。感染が再拡大しないようにこまめに手洗いや消毒をする、マスクをつけるようにする、人との間隔をできるだけ空けるようにするなどを意識して一緒に頑張っていきましょう。はい、ということで、はい、この2人でっていうのは、うん、あんまり他のお仕事でもないですよね。そうですね、あんまりないですよね。2人でお話ししたこと、まあライブの時にちょっとおしゃべりするみたいなことはあったりはするんですけど、うん、はい、じゃあ印象を言っていきたいと思うんですけど、はい、横山れいなちゃんの印象は、はい、本当になんかこうちょこ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 動いてるイメージでなんかこうね、なんかメンバーさんの隣とかにちょこんといるイメージがあって、でもなんかすごい笑ってるんですよ、いつも。なんかずっと笑ってるから どんなテンションなんだろうって思って話してみると、なんかこっちまで明るくなるというかありがとうございます。すごい笑顔のパワーがあるなって思ってますね。嬉しい。はい、じゃあ逆に私から見た上村さんのイメージは、はい、もう本当にこうギャップがすごいなって。やっぱこうライブの時の上村さんとこう楽屋とかにいる上村さんってこう全然違う、うん、なんかもうどっちの上村さんも私すっごい好きなんですけど、こうライブだとすっごいなんか大人っぽいかっこいい表情と言いますか、そういうのがすごい魅力的だなって思うんですけど、楽屋にいるとこうメンバーさんたちと一緒にこうすごい楽しんでる姿がすごい楽屋では見れるので、すごいギャップを感じてすごい好きです。ありがとうございます。やりたかった、ここに何かあってだけ、はい、ね、この受けたらなんかキュンってしちゃって、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、今回はこんな2人でお送りしていきます。元気だった？まずはこちらを見ていただきましょう。昨年9月21日にハーモニーホールザマで行われたコンサートツアー心&体の初日の公演から、私横山れいなが選んだロマンスに目覚める妄想女子の歌をご覧ください。どうぞ。逃げるからその後すぐに追いかけ
今回は MC のおすすめライブ映像を見ていただこうということで、未公開のライブ映像の中からロマンスに目覚める妄想女子の歌をご覧いただきました。いやー、この曲のイメージが、うん、なんかライブの時とかにメンバー同士がすごい可愛い表情をし合ってたりとか、うん、はい、可愛い動作をしてたりとかするのがすごく可愛くて、モーニングさんってやっぱいろんな振り幅があるじゃないですか、はい、でもその中でも可愛い曲の時ってもうなんか本領発揮っていう感じがしてなんかすごい見てて楽しくなるんですよ。だからこの曲もその中の一つで、なんか見てるとすごい楽しいなって思ってます。ありがとうございます、はい、いや本当にあの私がこの曲を選んだのも、うんうんうん、もう上村さんが言ってくださった通りで、うんうん、やっぱこう可愛らしいっていう曲っていうのが、うん、やっぱこう普段のモーニング娘。だと、うんうん、こうかっこいい曲とかクールな曲とかいうのが最近多い中で、うんうん、このロマンスに目覚める妄想女子の歌は、うんうん、こうなんかフリーダンスがすごく多い曲になっているんですよ、うん、こうフリーで、はい、メンバー同士自由にこう演技していいよっていう曲になっているので、うん、そこでこう普段のこうメンバーの仲のいい姿だったりとか、そういう可愛らしい部分とかがやっぱこの曲にはたくさん詰まっているなっていうので、そういうことか、はい、今回選ばせていただきました。そういうことですね、はい、もうしっかりと受け止めました。ありがとうございます。いや、可愛いんですよ本当に可愛い。15期メンバーが、うん、新たにこう加入して初めての単独ツアーになったので、やっぱこう新メンバーもちろん15期メンバーもすごい緊張していたんですけど、こう先輩たちもやっぱその新メンバーと同じぐらいこうやっぱ15期メンバーを引っ張っていかなきゃみたいな気持ちがとてもあったので、こうモーニング娘。全体的にもすごく成長できたツアーだったなっていうふうに思います。すごい、はい、でも新メンバーの3人とかは結構振り付けとか覚えるのも早かったね。そうですね、あのすっごい頑張ってました、やっぱりこう北川莉央ちゃんと岡村ほまれちゃんは、うんうん、今回の15期メンバーのオーディションで入ってきた2人だったので、うんうん、こうダンスの覚え方も歌の覚え方とかも、うんうん、やっぱこう何もわからないまま加入してきた分、うん、やっぱりこうどう覚えればいいんだろうっていう不安はあったと思うんですけど、すっごい一生懸命家でも練習してきてくれて、うん、はい、私たちももう教えることも少なかったんじゃないかなって思うくらい頑張ってましたね。教えたりする？はい、あの私とあの13期の加賀楓ちゃんで、うん、こう15期メンバーの教育係を務めさせていただいていたんですよ。こう15期メンバーをこうよりこう教育していくというか教える立場に、はい、こうやっていたので、その面でもやっぱこう今までずっと一番下の後輩という立場だったので、うんうん、こう教え方とかも私自身どう教えればいいんだろうなって悩むことも多かったんですけど、二人で一生懸命頑張って、うんうんうん、はい、15期をこうリードできたんじゃないかなっていうふうに今では思ってます。いやー、かっこいい先輩ありがとうございます。伝わってきました。そういうツアーだったんですね、はい、その努力を見れるツアーということで、はい、いやでもね、なんかライブとかもまたしたいですけど、そうですね、今後ね、まだちょっと先になるかもしれないんですけど、はい、次のステージとかパフォーマンスでなんか挑戦してみたいこととか。そうですね、最近はこうモーニング娘。の単独ツアーだとこうセットがすごくかっこいいんですよ、うんうん、こう階段をたくさん使ってパフォーマンスだったりとか、そういうのが最近はすごく多かったので、うんうんうん、今後はやっぱ私たちの強みであるこうフォーメーションをたくさん活かしたツアーがやっぱしたいなって思うので、うんうん、もうむしろこう階段とかもなしの真っ平らなステージでこう私たちのこう14人のフォーメーションだったりとか、はい、かっこいいこう移動の仕方だったりとか、そういう部分を見せていけるツアーとかちょっとチャレンジしてみたいなっていうふうに私は思ってます、かっこいい、見たい。ありがとうございます。カメラとのさ相性もすごいいいじゃん、あのテレカメ、上から撮られるカメラとモーニング娘さんってすごい相性いいから、はい、そういうのも見てみたいなって思ってたりするから。ありがとうございます。14人か、14人ですね今。いや、14人だからできることたくさんあるだろうから、それを強みにしたツアーを今後できたらいいなっていうふうに思ってます。はい、というわけでコンサートツアー心&体からロマンスに目覚める妄想女子の歌をご覧いただきました。お仕事お疲れ様。続いてはジュースジュースダンバラルルのボーカルレコーディングです。ジュースジュースのシングルからポップミュージックのボーカルレコーディングの様子をご覧ください。どうぞ。
はい、じゃあ撮っていきましょうかね。はい、思いっきり弾けちゃってください。はい。アナログレコードだけど昔、僕らの日々は経ったからからって、ラジカセばっかでかい音って鳴らし、廊下でステップ踏んでいた。ネットもメールも使いこなす僕らは、逆にもっとシャバタバって、スマホなくしたただそれだけで、絶望に立ち尽くしている。はいはい、あの感じはいいんやけど、普通に笑いながら歌ってみようか。はい、はい。アナログレコードだけの昔、僕らの日々は経ったからからって、ラジカセばっかでかい音って鳴らし、廊下でステップ踏んでいた。ネットもメールも使いこなす僕らは、逆にもっとシャバダバって、スマホなくしたただそれだけで、絶望に立ち尽くしている。うん、はい、オッケー。よし、じゃあ B メロ行きましょう。はい。チュルチュルプニュプニュ、君のタピオカミルクティー、こぞってかき混ぜて、時期に忘れるよ、でもいつかまた会いたいね。こぞってかき混ぜて、時期にって下がってる。時期に忘れるよ、時期にはじゃないかな、時期に、そうそうそう、はい、時期に忘れるよ。チュルチュルプニュプニュ、君のタピオカミルクティー、こぞってかき混ぜて、時期に忘れるよ、でもいつかまた会いたいね。間違えましたね、今。そうだね、実機に実機に、例えば君のタピオカミルクティーとかすげえ笑ってんやんか、それ聞こえてくるのはすごいいいんやけど、チュルチュルプニュプニュって口がこううーってなるやろ、うーってなる方の声がやっぱり笑えてない感じがするんだよね、はい。まあ口がこううーってなる分、どうしても声も暗くなっちゃうんでね、そこも意識しながらちょっと、できるだけ一気に明るい感じでいけるといいかな。はい。チュルチュルプニュプニュ、君のタピオカミルクティー、こぞってかき混ぜて、時期に忘れるよ、でもいつかまた会いたいね。はい、それではサビいきます。はい。初めて来たのに変に懐かしくて、キャッチなメロディーが溶かせずだって、興味ないふりしてちょっと気になるのは確か、君はっていうかぶっちゃけ聞くけど、トップでどのフィーリング。はいはい、もういい感じです。最後だけどんなフィーリングしてみて。どんなフィーリング、むっちゃ聞くけどトップってどんなフィーリング。はい。で、まあ保温できてんやけど、頭の初めてとかキャッチになって、その頭、メロディーの一発目の音を結構バーンって立ち上げるようなイメージ。はい。はっていうね、初めてって。はっ、うん、そうそうそう。はい、やってみましょう。初めて来たのに変に懐かしくて、キャッチなメロディーが溶かせずだって、興味ないふりしてちょっと気になるのは確か、君はっていうかぶっちゃけ聞くけど、トップってどんなフィーリング。はい、オッケー。そしたらテンション5のとこ行きましょう。はい。初めて来たのに妙に懐かしくて、陽気なメロディーが流せずなくて、どうあれ自然に体は動いているよ。
もう一回聞くけどパーフェクトドネイビー初めてのはずなのにジュラジュラブーニャタピオカミルクティーどうあれ自然に体が動いているよにやったなおい。楽しみ。もう一回行ってみよう。はい。初めて来たのに妙に懐かしくて、陽気なメロディーがなんか切なくて、どうあれ自然に体は動いているよ。っていうかもう一回聞くけどパーフェクトな意味初めてのはずなのにジュルジュルブーニュタピオカミルクティーどうあれ自然に体が動いているよね、惜しかったね今ね。どうあれ自然に体が動いているよ。どうあれ自然に、どうあれ自然に体が動いているよ。うん、もう途中まで全然いいので、どうあれ自然に体が動いているよ。まずこれだけやってみようか。はい。どう自然に体が動いているよ。うん、オッケーオッケー。そしたら、一番最後、最後に聞くけど、この曲どんなフィーリングのところやってみましょう。はい。ていうか、最後に聞くけど、この曲どんなフィーリング。これでオッケーです。じゃあ、その一個前、ハトのところ。はい。ハトってやって。ハト。うん。はい。ハト。OK、はい、以上です。はい、お疲れ様でした。ジュースジュース、ダンバレルルのボーカルレコーディングをご覧いただきました。はい、このポップミュージックっていう曲、はい、私本当に大好きで、ありがとう。こう家とかでも気づいたらこう口ずさんじゃったりとかするくらい、なんかこう可愛らしいし、うん、だけどこうジュースジュースさんのこうメンバーさんの歌がすごいやっぱ、うん、なんかかっこいいなとも思いますし、でもなんかダンスがこうコミカルで覚えやすかったりとか、すごいなんか良さがこうギュッて詰まってる曲だなって思っていつもたくさん聴いてるんですけど、すごい歌ってて、家で歌ってて難しいなって感じるんですよ、ポップミュージックの歌。歌ってるの？歌ってます。家で気づいたらこう歌っちゃってるんですけど、すごい難しいなって思って。上村さんはこのポップミュージックのレコーディングやってみてどうでしたか？ポップミュージックのレコーディングやってみて、うん、でも結構音的には低いところが、うん、メロのところとかがあったりとかして、はい、なんか低いところが出ないようなメンバーとかもきっといると思うんですけど、うん、でもなんかみんな軽々とできてたっていうのを聞いて、うん、なんでここ出るのみたいな感じで、やっぱ尊敬できるメンバーがたくさんいるっていうのが、うん、がすごい分かったし、あとこの曲のなんかこうテンション感がもうつるっと一曲分すごい元気だったので、なんかディレクターの大勢さんには笑顔でもうちょっと笑顔で歌ってみてっていうのをこう言われて、あ、世界観って大切だなって思ったのと、あとはチュルチュルプニプニュ君のタピオカミルクティーのところは、私ここの歌割りにはしないでくださいって大勢さんに言ってたんですよ。そうなんですか？言ってたのね。お願いです、ここだけは違うメンバーの方が絶対いいと思うって言って、歌割りが来て、こう大勢さんになんでここなんですかって聞いた時に、全員撮ってみて、イメージ的にぴったり来たからって言われて、私的にはぴったり来てないと
今でも思ってるんですけど、うんうん、だからこそなんかいろんな見せ方をできるように頑張りたいなって思ってる部分があります。この曲はすごい、いや私すっごい大好きです、はい、上村さんのタピオカミルクティー。あ、いや全然好きじゃない。でもなんかこう可愛らしい曲からのやっぱあの B メロって、うんうん、こう上村さんの声にぴったりだなって、あ、ありがとうございます、すごい思ってます。すいません、じゃあこう世界観を大事に私も家で練習したいと思います。ポップミュージック頑張ります。ありがとうございます。はい、ジュースジュースポップミュージックのボーカルレコーディングをご覧いただきました。見てくれていたら私も嬉しいな。ジュースジュースの上村あかりとモーニング娘。20の横山玲奈がお送りしているこの番組、ここからは私たちのことを話していきたいと思います。はい、横山ちゃんは、はい、ペットを飼いたいモードに入ってるってブログで書かれていましたけども、そうなんですよ。もう本当に今犬が欲しくて、え、あ、ワンちゃん派なんだね。そうなんですよ、うんうんうん、よくこういろんなこう動物を110匹以上飼っているっていう、うん、そうなんです、動画を最近発見しまして、うんうん、それをずっと見ててこうすっぽんだったりとか、うんうん、犬とか猫だけじゃなく、うんうん、ミミズクだったり、そうです、鳥だったりとか、こうネズミもヘビとかも、いろんなこう動物を、すごいオールマイティー、そうなんです、飼ってる動画を最近すごくハマって見てるんですけど、うんうん、やっぱこういろんな動物を見てる中で、うん、やっぱ私は犬が飼いたいなってすごく思って、本当にそうなんです、だから最近やっぱ癒しが欲しいなってこう思っていて、やっぱこういう状況でもありますし、こうお家に帰った時にこう可愛いワンちゃんとかがこう私の元に走ってきてくれたら、もうそれだけでなんか幸せじゃないですか。幸せだね。そうなんですよ。なので、そうなんです、最近はずっと犬飼いたいなって思ってます。あ、じゃあまだ飼ったわけとかではないよね。そうなんですよ、まだ全然飼えてないんですけど、飼うならこの犬かなとかいうのはいろいろ調べて。ちなみに、どういう？私は、マイクロティーカッププードルっていう、こう、プードルの中でもすっごいこう、小さいサイズの、うん、こう手に乗るくらいの、こう、プードルがいるんですけど、うん、もうちっちゃくて、ちょこまかしてて、すっごい可愛くて、うん、手に入れたい。もう私今横山ちゃんのことを話してるようにしか聞こえない。もうちょこまかしててすごい可愛くて、もうそういうようなのなと思って、いや、めちゃくちゃ思ってました。いや可愛いよそれは。でも可愛い、はい、横山ちゃんのイメージはマルチーズのイメージがすごくあって、すっごいファンの方にも言われます。なんか嬉しいです。本当に、はい、本当に似てるよね。あ、本当ですか。二つ結びをして、リボンを、はい、両方につけて、もう想像できたもん。本当ですか、マルチーズですか。嬉しい。でもすっごい可愛いけど、はい、いやでもいろいろあるよね、なんか飼いたい犬とかも。そうですね、上村さんはこう動物そう好きですよね。そうなの、そう、ワンちゃんが好きなんですけど、はい、私が将来飼いたいワンちゃんと今飼いたいワンちゃんが、はい、いて、将来飼いたいワンちゃんと今飼いたいワンちゃんが違うんですね。違うの全然違くてすいません。将来飼いたいワンちゃんは、はい、大きめが飼いたくて、あ、大型犬ですか。そう大型犬が飼いたくて、はい、その中でもまあ、ボーダーコリーとか、いや、なんかすごい大きいワンちゃんが、うん、もうってできるようなワンちゃんがそう欲しいんだけど、はい、今はちょっと難しいんだけど、うん、なんか昔から私が飼いたいって言ってるのが、はい、キャマリア・キング・チャールズ・スパニエルっていう、今噛んじゃったんですけど、キャマリア・キング・チャールズ・スパニエルっていうワンちゃんの犬種がいて、はい、ふさふさしてて、目が大きくて、白い、あ、白と、そう、茶色とか白とか、へぇー、そう、モフモフしてる、モフモフしてて、絶対可愛いですね。こうギュッてした時にこうよし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 ってできるようなワンちゃんがすっごい飼いたくて、私のドストライクのタイプだったんですね。そうなんですね。そう、だからもう本当に飼いたいなっていう気持ちはすごいわかるんですよ、うん、はい、すっごいわかるから私も飼いたいんですけど、でも本当に見てみたいっていうのもある。なんかワンちゃんを撫でてる横山ちゃんを見てみたいっていう個人的なあれがある。こんな感じの私絶対可愛いと思う。いや、でも本当にこう飼う機会があったらもう今にも飼いたいっていうぐらいこう気持ちが強いので、最近だとこうペットショップをこう見に行ったりとかして、あ、チワワもいいなとか、パグもいいなとか思いながらいろいろ考えてるので、もし買ったらじゃあご連絡します。うんうん、あ、本当に。じゃあ買いましたよ。
写真付きでお願いしたいんですけども。そう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 、わかりました、お願いします、はい、そう、その話で言うと、あの話ちょっとだけ変わるんですけど、あ、はい、あのこの事前アンケートで、うん、もし1日だけハロープロジェクトの他のメンバーになれるとしたら誰になりたいですかっていうアンケートが、はい、ありましたね。あったじゃないですか、はい、いやもう本当にさっきあの写真送ってくれるって言ったじゃん、はい、なんかそれを私はあのアンケートに書いたのは高木さゆきちゃんだったんですね。その写真をさゆきに転送したいなってすごい思ってたし、あとマルチーズの話してたじゃないですか、はい、さっき、はい、その時もあの高木さゆきちゃんが、あー横様かわいいってずっと言ってるの。横様かわいいってずっと言ってて、あ、確かにかわいいなと思ってたんだけど、私はさゆきの熱に負けすぎて口にすることはあんまなかったんだけど、今やっと本人に言えてるなって直接そう、ありがとうございます、やっと言えたなって思ってます。嬉しい。そう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 、私も実はその誰になって何をしたいですかっていうアンケートに高木さゆきさんを書いてるんですよ。やったー、ありがとうございます。同じです。そうなんですよ、ね、そうなんですよ、運命だね。え、どういう理由で書きましたか。あ、私は、はい、あのさゆきといえばやっぱり歌がすごく素敵で、はい、パワフルボイスだから、はい、なんかもうあの声帯を使って声を発してみたいなっていう希望があったからなんですけど、うんうんうん、全く一緒です。やっぱり武木さんの歌は本当にかっこよくて本当に憧れているので、もう一日変われるんだったらやっぱこう武木さゆきさんになってもうステージで歌いたいなってずっと思ってます。すごくない、こんだけすごいハロプロメンバーがいる中で歌に着眼って思って、しかもさゆきってすごくない？すごいですね、全く同じ。さすが、さすが、もうこれ多分めっちゃ喜ぶと思う、さゆき。見てくださっていたら嬉しいです。絶対喜ぶと思います。ありがとう、なんかね。いや、ありがとうございます。そんな、そんな。あとはなんかさゆきの誕生日に、はい、あのバースデーケーキじゃなくて、はい、なんかおにぎりのケーキがあったんですけど、ありましたね、なんか2人の交流って何かあったかなって考えてたんだけど、うん、その時にちょっと打ち合わせみたいのしたよね。しましたね。そうそうそう、さゆきにバレないようにケーキ持っていこう、横やんちょっとやってって言って私が動画回して、そうそうそう、思い出しました。ありましたね。そしたら横やんがもう成功して、もうさゆきはもうもじもじして何も喋れないみたいな状態で、サプライズで高木さんのバースデーを私が祝ったんですけど、そういう交流がありましたとさって感じで、楽しかったです、あの時。ありがとうございました。すいません、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、というわけで、はい、この後もまだまだ2人でお送りしていきます。楽しんでる？続きも見てね。続いてはハロステチャレンジです。今回久しぶりのメンバー当てクイズです。あ、メンバー当てクイズ、はい、メンバー当てクイズ、はい、出題者がハロープロジェクトのあるメンバーから想像する漢字を一文字ずつ書いて、回答者に提示し答えに導くというものです。全部で5文字あります。はい、メンバーの名前やグループ名に含まれている漢字は禁止。エピソードやキャラクターにちなんだ漢字を探して相手を正解に導いていきたいと思います。はい、ご覧いただいているあなたも私たちと一緒に考えてください。はい、ということでどっちが先にやるかを何かで決めたいと思うんですけど、うんうん、そうだね、何で決めますか。じゃあ、先に答える方をじゃんけんで勝った方が先に答える。答える、わかりました。いきましょう、せーの、最初はグッじゃんけんぽい。おー、私ってことは上村さんが答えるんだね。私が出題者、はい、ということで決定しました。はい、やっていきたいと思います。それでは横山玲奈ちゃんの出題スタート。はい、それではまず一文字目いきたいと思います。一文字目はこちらです。じゃん、はい、うん、高い高いです。身長身長かな。わかりました。あと4文字ありますから、はい、あと4文字、はい、楽しみにしてます。2文字目いきたいと思います。2文字目はこちらです。じゃん、わかんな。ちょっと難しいかもしれない。ちょっとまだ分かってません。おー、それでは3文字目に行きたいと思います。はい、3文字目はこちらです。じゃん、あー、はい、お若いのかな。お若いんだろうな。
はい、はい、大丈夫ですか。はい、したらじゃあ4文字目いきたいと思います。4文字目はこちらです。はい、お、ちょっとだんだんと、あ、あ、ちょっと絞られてきたかもしれないです。4文字にしてやっとですけど、これが4文字目です。わかりました。はい、じゃあ最後、はい、5文字目いきたいと思います。5文字目はこちらです。パン、あ、ちょっと分かっちゃったな分かっちゃった。いや、最大のヒントですね。そうですねはい、はい、じゃあというわけで回答をお願いします。モーニング娘。2ゼロの岡村ほまれちゃん。おー、なるほど。じゃあ早速正解発表したいと思います正解はじゃん、モーニング娘。2ゼロの岡村ほまれちゃんです。すごーい、わかった。そうなんです、大正解です。あ、確かに若いし身長高いし中学生か。はい、中学生っていうイメージなくて、うんうんうん、いや、まあでも普通に考えたら中学生か、中学生。そうです。で、お肉、牛タン好きだよね、きっと。そうなんです、もう完璧ですね、村さん。よかった。そうなんです。一文字目の高いが身長が高いという意味の高い。あ、すごい。で、二文字目が中学生の中で、三文字目がやっぱ若い。あ、ハロープロジェクトの中だと年齢がこう若い方ということで若い、うん、で、4文字目がまあ新しく入ったという意味での新しいという字で、まあ、最後はほまれちゃんが大好きなお肉、お肉好きなんだということで正解は岡村ほまれちゃんでした。やったー。というわけで上村さん大正解です。やったすごい、嬉しい。これちょっと 2、3問目までは分かんなくて、そうですね、だんだんとね、こう絞られてくる感じが、うん、楽しい、すごい大正解です。ありがとうございます、はい、続いては上村さんからの出題です。スタート。はい、いきます。はい、これだよね。はい、おお、涙もろいってことですかね。でも結構メンバーいっぱいいますからね、涙もろいの。わかりました。はい、2問目いきます。はい、ほう、細いっていうし、スタイルがいいってことなのかな。わかんない、まだちょっとわかんないですね。あ、ちょっと言いたくないでしょ。じゃあちょっと3文字目お願いします。はい、3文字目いきます。待って、この漢字ってなんて読むんだっけ。あっなんか魚ってことですよね。魚だから、いや、でも右が硬いっていう字ですよね。だから待って、でも魚といえばっていうメンバーはだんだんちょっと、はい、大丈夫だと思います。次お願いします。はい、おお、なんて書いたっけ。あ、細くて高くてめちゃめちゃスタイルがいいってこと。分かってきたかもしれない。いや、ちょっと最後お願いします。はい、最後合ってるかな。髪あ、ゆ、あ、髪髪はい、終了。いや、もう、はい、あの、魚で私はちょっと感じ、魚っていうのでちょっと言ってみたいと思います。はい、では横山玲奈ちゃんの回答をどうぞ。アンジュルムの川村彩乃ちゃん。わかんない。でも正解はアンジュルムの川村彩乃ちゃんでした。やったー。いやー、めちゃめちゃ緊張しました。いや、わ、本当に、はい、本当に、はい、何問目ぐらいで感づいた。やっぱあの魚編の感じですかね。あ、魚編のあれ、魚編の感じがやっぱこう魚をさばくみたいな、あ、やっぱイメージがあったので。その通りです、その通りです、はい、いいですか。じゃあ1文字目は、はい、泣くっていうあれだったんですけど、うんうんうん、以前あのソロフェスっていうので、はい、あの優勝したじゃないですか、はい、MVP 取った時に川村彩乃ちゃんがもう多分すごい歓喜を待って泣いちゃってるのを見て、うん、あ、もうすごくいい子だなって、うんうん、もう努力が報われてよかったなっていう印象がすごい強かったので、うんうん、泣いてるっていうのを書きましたね。はい、はい、で2枚目が、細い。もうこれはもう、これはもう本当に細い。本当に。もう太ももとか、本当に太ももってくらい細いかな。うん、憧れですよね。憧れちゃって もう、これが一番最初に本当は出てきたくらいな感じだったんですけども。うんうんうん、なるほど。でも、3番目は、
これはですね、カツオと言うんですね。カツオです。カツオです。カツオです、はいはい、カツオね、なかなか読むのも書くのも難しいんですけど。難しいですよね。でも何やりこれをさばくっていうのが本当にかっこいいですよね。かっこいいんですよ。かっこいい女の子で、ね、にしかできないって感じです。いやーそうかっこいい。もうちょっとここら辺が大ヒントだったんですけど、そうですね、ここがやっぱり鍵になってきたなって。はい、4問目が高い。あ、これは身長が高いイメージがすごくあって、なんかスタイルいい、ヒールとかも履いたりとかしてて、そうですね、イメージがすごくあったので、うん、高い、身長が高いにしました。はい、で、5問目ですね。髪の毛。はい、髪の毛なんですけど、川村彩乃ちゃんって結構髪の毛のカラーを変えることがすごい多い。そういうことだったんですね。そう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 、そういう髪か。そう、ね、私すごいもう可愛いと思って、よく何色にしてるのってめちゃくちゃ思ってたりとか、あと髪の毛の巻き方がすごい好きで、うんうんうん、上手ですよね。めっちゃ好きで、なんか、あ、カームといえば、川村彩乃ちゃんといえば髪かなってちょっと個人的に思ってたから、なるほど、これにしてみました。はい、いや大正解。いや、よかったです。大正解です。2人とも正解できて、ね、でも結構なんかさ、3問目くらいまで本当に難しい。そうですね、やっぱなんかいろんなこうただのこうメンバー絞られていく中でも、やっぱ、うん、ハロプロメンバーってっ人数がすごいいるので、うんうんうん、やっぱなかなかね、4文字目5文字目ぐらいでこうピンとくるものは、うんうん、あるんですけど、ね、結構難しかったですよね。でもこのね、なんかゲームってなんか紙がちょっとあればできるから、うんうんうん、確かに、なんかリモートとかでもいろいろやってるから、ね、ぜひやってみてください、うん、はい、はい、ということで今回はメンバー当てクイズに挑戦しました。一緒に頑張りましょう。続いては思い出の一曲について振り返るタイニープレイバックです。今回はビヨンズ雨の森川海の前田心ちゃんが紹介してくれます。どうぞ。ビヨンズ雨の森川海の前田心です。タイニープレイバック、今回選んだ一曲はハロプロ研修生のおへその国からこんにちはです。愛し合えるから認め合えるんだ、きっと優しさはその胸に届く、どこまでも楽しめるわけだから、そんな国だから、おへその国から、こんにちは、おへその国から、こんにちは。この楽曲は2013年にリリースされたハロプロ研修生のおへその国からこんにちは天まで登れに収録されている楽曲です。この曲はミュージックビデオがすごく大好きで、私がハロプロ研修生に入る前に発売された楽曲なんですけど、何度も何度もミュージックビデオを見ていて、ソロで、なんだろう、ソロショットがこう一人一人映る場面があって、こうフューチャーされる場面があるんですけど、その部分がすごく好きで、こう一人一人の顔が見れて、こう、なんだろう、大人数の中でもこう一人一人の個性だったりとか輝いてる姿が見れるのがすごくいいなと思って、そこの部分が好きです。そして、この楽曲の歌詞と振り付けもすごく印象的な、こう歌詞振り付けで、やっぱりこう、なんだろう、口ずさみたくなる、ついつい口ずさみたくなってしまうようなこうフレーズが何度も続いたりだとか、振り付けもこうおへそを表してるこう三角を作ったりとか、おへそを刺してる振り付けだったりとかもあって、そういう部分は真似したくなっちゃうような振り付けで、私もこう振り付けを頑張って覚えようと思ってお家で練習したりもしていました。そしてハロプロ研修生の、発表会、2015年の春の公開実力診断テストでも、パフォーマンスさせていただいた楽曲なんですけど、この診断テストは私にとって初めてのステージで、初
初お披露目だったんですけど、その初お披露目の中のセットリストの1曲目がおへその国からこんにちはという曲で、こうステージに立つ瞬間は本当に本当に緊張でいっぱいで、なんかこう想像ができなかったというか、こう目の前に来てくださった皆様がいてっていうのがなかなか想像できなかったので、本当にこうステージに立った時のふわっていう感動は今でも覚えていて、もっともっと頑張ろうっていうふうに思えたステージだったなと思います。でもやっぱり今見返して思うのは、ちょっとダンスとか歌の経験がなかったので、なんだろう、私の特技のなんか空手っぽくなってしまったりとか、なんかそういう部分があったりして、今見るとちょっと恥ずかしいなっていう部分もあるんですけど、まだその時はマイクも持たずに端っこでパフォーマンスだったんですけど、そこからこうどんどん成長していけたんじゃないかなというふうに思っています。そしてその後、ハロープロジェクトひなフェス2016でもパフォーマンスをさせていただいたんですけど、その時にはソロパートをいただいて、ひなフェスの大きなステージでソロパートを歌うということで、本当にドキドキしていて不安な気持ちだったりもあったんですけど、こうステージに立ってパフォーマンスをする時にはこう精一杯パフォーマンスをできたんじゃないかなというふうに思っていて、なんだろう、もっともっとこう歌割りだったりをもらえるように頑張ろうっていう風に思えたステージだったなという風に思います。そしてこの楽曲は先輩方からこう細かい振り付けだったりとかをこう教えていただいて、一緒に練習していただいたりもしていた楽曲で、なのでこう後輩が入ってきた時に自分もちゃんと教えられるように頑張らないとと思って、こうなんだろう、気持ち的にもこう一つレベルアップできたんじゃないかなと思っていて、自分にとっても成長できる一曲になったなと思っています。タイニープレイバック、今回は私前田心が選んだハロプロ研修生のおへその国からこんにちはをご紹介しました。見てくれてありがとう。ジュースジュースの上村あかりとモーニング娘。2-0の横山玲奈がお送りしているこの番組、そろそろお別れのお時間になりました。はい、ということで、はい、この二人でお話しする機会はあんまり今まではなかったかなって、そうですね、少なかったですよね、うん、思うんですけど、うん、今後もなんか楽屋とかで結構明るい者同士ということは分かったので共通だなと思ったので、はい、またお話できたらいいなって思いますし、さゆきとか誘ってご飯行けたら嬉しいなって思ってます。よろしくお願いします。お願いします。その時も犬の話、犬の話を大好きな動物の話をぜひぜひよろしくお願いいたします。というわけで、しばらくの間は3つの配信番組の要素をギュッと凝縮して、このハロステチャンネルで毎週水曜日に配信していきますので、新着動画の配信を楽しみにしていてください。はい、まだまだ気の抜けない時期が続きますが、一緒に乗り越えていきましょう。はい、今回のお相手はジュースジュースの上村あかりとモーニング娘。2-0の横山玲奈でした。さようなら。